じゃあ超高名って書いてみて。超高名って書くんですか。だって今自分で言って書くんですか。あの先に答えを先に答えを見せようと思います。これです。このね、超高名ここに書いてあります。これです。漢字これです。超高名、はい。先にあの答えを言いました。これでポッポちゃんが合ってるかどうかすぐ分かると思います。これ合ってるかな。どうぞ。なんかこの三の字みたいなありましたっけ。はい、次行こうな。え、いか超高名かけました。せーの、ドンドン、超高名。はい、出てータコやん、これタコ。嘘、あ、これタコなんですか。嘘、え、正解は、あ、違う違う、全然違う。なんだこの字、なんやこれ。タコ、タコ高名。難しい。この人ナルシストっていう設定なんですけどね。そうそうそう、許せれんやろうな、この感じ。君多分殺されるわ。バカ、私この超高名が、まあ、方針の中に出てきたおかげで私アンドゥトロワっていう言葉を覚えましたからね。もうフランス語も覚えちゃった覚えました。そう、アンドゥトロワ覚えました。覚えちゃった。覚えた、うん、そうかそうか、うん、覚えたよ。ちっとも役に立ってない。んちっとも役に立ってない。うん、役に立ってますよ、役に立ってますよ。はい、じゃあもう次行きますはい、わーい、次行くよ。はい、ポポちゃんが好きな方針演技の人物をベスト3から発表してます。はい、じゃあまずはベスト3。ベスト3、はい、3番は道徳神君ですよ。資料、資料、こいつの師匠です。バカ違うよ今違うよね。私が喋ってる、あ、もう怖い。私が喋ってる意味分かってる。ね、こいつの師匠、確かに私は好きだよ、この子。私には分かるよ、確かに師匠だよ。じゃあ、方針大全で調べますわ。それが一番いいと思う。多分ね、この辺やな、違うわ。全然違うわ。目次見なさい、目次。あ、まさか、目次、賢い。賢い。君何、これは何のために買ったの。あの、これね、私ね、ダッキーのまつげ何センチある。いいから、早くいいから、目次はね、そのうち出てきますよ。どっかね、多分ね、出てくるんですよね。ちょっと待ってくださいね。この、あ、多分これ、64ページですわ。64ページだからね。使い方間違ってるね、これね。64ページだからね、あ、出てきた、聖教道徳神君、こいつ、こいつ。はい、こいつ、こいつ、ここ。あのね、この人ね、こう、お腹がこうなってるからね、同人誌では、あのね、ここにフライパン入れてるんちゃうかっていう噂があって、そうそう。わかんないです、お腹あまりにも出てるから。そう、これは実はフライパンだっていう噂があって、顔が若いからきっとあのビールっぱらじゃないぞっていうことで。そうやな、そうフライパンを入れてるんですよ。あ、でもな、でもね、これはいいから。違う、次のキャラについて語っちゃダメ。とりあえずこの人があのベスト3の3番目だと。そうです、3番目です。じゃあ次第2番目。第2番目は退屈新人ですよ。第一新人ですよ。こいつの師匠ですね。だからまたそういう紹介の仕方やめろって言ってるでしょ。なるほど。確かに第一新人、私も好きですよ。そう、第一新人いいでしょ。あのね、声がね、坂口大輔なんですよ。わかるかっちゅう。銀玉と新八の声ですよ。わかるかっちゅう。じゃあね、どうしようかな、誰にしようかな。はい、探して。あ、もやしもんの主人公ですよ。分かるか。多分ね、崑崙十二世の中に出てくると思うから、またね、64ページですよ。あ、7ページいっちゃったよ。あ、めっちゃ上、めっちゃ上におる、めっちゃ上におる、この黒髪ね、黒髪ね、もういいよね、いいよね。声がね、坂口大輔だからね。ちなみにこの人すごい変人っていう、そう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 、パオペオタクなんですよ、はい、パオペって武器があるんですけど、パオペオタクなんですよ。この人です。パヨペって言っちゃったよ。すごいね、人気ありますね、うん、これはじゃあ好きだからさすがに書けるよね。あ、太一、太一は書けます、はい、そう、太一はね、太一新人までいけない。はい、はい、あ、ちょっとね、字のバランスを間違えましたけどね。なんで書けましたよ。はい、ドン、はい、新人、人読みにくい。スペース間違えました。はい、正解、正解です。ちゃんと合ってますもんね。はい、ちゃんと合ってます。はい、新人合ってます。鼻かゆい。悪い。じゃあ次は、はい、じゃあそれは書いてもらってから発表してもらおうかな。はい。あ、これはね、
部屋一位はかけるよね、さすがに。一位はね、もちろんかけるよね。もちろんですよね。一位はかけますよ。ですよね。私字汚くなってきたの。あ、ごめん、間違えたわな、これな。それかけて当たり前や。うん、これはね、はい、ナンバーワンドンドン、先ほど書いたうんちうんち、あー出た、はい出た、はい出たよ、うんちうんち出たよ。うんちうんち出して、うんちうんちね、うんちうんちどこかな。あのね、でもね、うんちうんちはこの十二線じゃなくてね、独立したやつなんですよ。独立、独立があるらしい。ね、うんちゅうしをね、今探しますよ。今ね、うんちゅうしがね、どこにいるのかなって思ってね、いろいろ派閥というものがございまして、うん、もちろん、あの、弟子っていうのもあるわけですね。ここね、でもって、62ページかな、最初のね、一番最初の太公望、主人公も最初は弟子なんですよ。弟子のところからスタートして、そこから旅を続けていって、だんだんね、独立をします。なんなしますっていうか、本当見つかった、本当でドー出てけ出てけ出てけへんのか、出てけへん、宇宙人だって出てけへん。まだおっさんやもんな。おっさんじゃないですよ。おっさんよ。あのね、すごいね、可愛いんですよ。おっさんですよ。おっさんじゃないですよ。博士みたいな四角い帽子をかぶってて、ほんでね、博士みたいなね、しかもすごいかっこいいです。私、あのね、変人っぷりが好きでね、あのね、あれなんですよ、太公望に色物って言われてたやつでね、ほら、おっさんや。違いますよ、色物サントリオですよ、おっさんじゃないですよ。そう、あのね、私ね、さっきのね、諦めたな、諦めたな、探すの、ね、またね、こいつの師匠って言いたかったんですけど、出てこなかったです。もう、そんな値段いいわ出てこなかったです、まあ、そうか、でもね、でも持ってないのおかしいよね、絶対そうなんですよ、そうなんです、だってね、あのね、あれですよ、だってね、はい、こいつの師匠ですからね、こいつのね、こいつの師匠ですから、雷神氏のね、雷神氏は嫌いなの、雷神氏嫌いなの、雷神氏は好きですよ、声松本梨香ですしね、意味が分かんない、ね、ポケモンの主人公やな、ポケモンです、ポケモンです、よしよし拾ってやったから次行こうか、やったーやったー、まあ、誰いないけど、まあ、ただのおっさんですよ、おっさんじゃないよ、見た目年齢27歳ぐらいだよ、若いよ、若いよ、まあいいや、置いといて、何なんやからね、私ペン開けてもうたちょっと、触らないでね、ペン開いてもうた、触らないで、私びっくりした、洗濯したばっかだから触らないです、平成だから、気をつけます、あとで、ね、あとでちゃんと洗ってきてね、分かった、このまま同人誌とか触っちゃダメだよ、あ、大丈夫、よし、というわけで、じゃあね、私の好きなキャラクターも聞いてよ、あ、誰ですか、ダッキー、お、ダッキーちゃん、ダッキーちゃん、大木人っぽい、大木人っていうのはダッキーの妹で琵琶の整列されてます、おった、おった、妖怪、あ、そう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 、へそ出し、この人、それラビさんっぽい、いやいや、それショートカットのだけやろラビさんっぽい、ちょっとね、ダッキーの持ってんねん、私コスプレや、マジですか、うん、持ってるの、ちょっとここには資料ないけど、見たい、見たい、プリンちゃん、プリンちゃん、プリンちゃん、なんでプリンちゃん、プリンちゃん、プリンプリンやからな、知ってる、分かってる、そう、気発が、私は分かってるけど私は分かってるけど、あの胸とかボインなんで、そう、落ち込んできた次行こう、大丈夫、次行こうというわけで、じゃあこの中のたくさんあるシーンですごいたくさんね、うん、ね、あの関数も出てるけど、うん、その中でどこのシーンが好きなのか言ってみようか、あ、どこのシーン、あのね、もしかしたらね、アニメだったかもしれないんですけど、アニメと漫画さんが話違いますからね、そのね、あのアニメだったかもしれないんですけど、その話の中でこう名前を読んだらこう動きが止まってしまうっていうやつが出てきた中で、ね、敵がね、そうそうそう、敵が出てきた中で、その状況を打破するために、あのね、太公望がね、なんかね、こうね、うん、なんか叫んだんですよ、うん、あのね、決め台詞みたいなのを叫んで、うん、そのね、決め台詞のところがなんかかっこいいなって思ったからね、うん、あの、全く言える、もう言えますよ、じゃあ言ってもらおうかな、あんまり声出さなくていいからね